今日はですね、はい、笠原おすすめの食材で食感と彩りに徹底的にこだわったかき揚げをお見せします。うわ嬉しいです。材料はタケノコと三つ葉を足してご覧の豪華ラインナップ。現時点での日本代表です。うわそう思います。もうこれ以上はないです。まずですね、はい、こちらも砂抜きしてあるアサリです。はい、砂抜きは平たいバットでアサリが重ならないようにするのがコツ。身を剥く前にお酒と水を入れてね、火にかけますね。あ、さっとですね。さっと、はい、わかりました。お酒と水を1対1アサリが浸るくらい入れて火にかけます。アサリはですね、こうね、どん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 火が入るとね、パカ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 口が開きますんで、はい、口が開いたものから取り出してあげてください。見逃すなよ。もうちょっと、はい、まだパカって開いてるのに見逃されてるアサリかわいそうやね。口が開いたまま火にかけておくと身が固くなってしまいます。取り出したアサリは殻を使って身を外すのが便利。ではアサリがね、剥けたところで、はい、続いて桜エビです。うわ、いやもう、うわ大好きです。かき揚げはね、桜エビのためにできた料理と言っても過言ではないです。そう思います。まずはね、塩水で洗ってあげますね。はい、水道水じゃダメなんですか。全然ダメです。海のものはですね、真水で洗ってしまうと旨味が逃げてしまう。あ、そうですね、はい、海にいた時と同じ状態にしてあげるのが大切ということですね。そうですね、はい、わかりました。注意点があるんですけども、うん、はい、桜エビってこう見てくれます、ヒゲが多いでしょ。多いです。このヒゲがですね、特に生で食べる時とかは口に残ってわかります。嫌なんですよ。これを取り除きたいんですね、洗うついでに。すごい手間。パパどうやって取るかわかりますか。こうヒゲを持ってこうですかね。でもこんないっぱいいるんですよ。はい、だからみんなでこう、はいはい、大丈夫や。揉む揉む揉むとね、揉むなら潰れちゃう。潰れちゃう。そうですよね。わかった。はい、ママ菜箸でぐるぐる回す。ちょっと待ってください、ママ。どこで覚えたんですか、それは。え、そしたらこう自然にこう中心に寄ってきてこう。ママ正解です。ママすごい当たった。正解です。ありがとうございます。なんでママどうしたの。なんで。いや結構ほら束になる習性がある。束になる習性があるかどうかちょっと分かんないんですけども、それは習性。習性ではないと思うんですよね。引っかかるようにこう木のお箸がいいですね。菜箸みたいなもんでね、ぐるぐるぐるっと混ぜます。すげえ。でぐるぐるぐるっとある程度こう回したら真ん中に持ってきてます。うわー取れた。わかります。何これ。本当だ、これ取れました。取れちゃう。はい、これ一回取ります。すごい。あ、もうもう。何？これね、一応ね、うん。食べるんですか？これはこれで揚げてね、付け合わせに使ったりとかもするんです。天ぷら屋さんなんかこれだけを揚げてこう飾りにちょんと、まあママもこれをポイ捨てしました、ね。この桜エビだけですかね、利用できるの、うん、この方法ね。そうですね、生の桜エビですね、これをやるのは。結構回すの難しい。ママなんで逆方向に回したりしたのか。パパこれ結構回すの難しい。貸してじゃん、ごめんごめん。まあここから外側からちょっと離して、これがね、少しそうですね。でこうやって、うん、でこうやってしてたら、そうですね、ほら、パパ筋がいいですね。大体普段やってるでしょ、こういうこと。やってないやってない。オッケーオッケー、進もう次に。材料をすべてボウルに入れたら、ここで極上かき揚げ丼のポイント、その1、衣サックサクの秘訣。皆さん揚げ物というとね、衣の付け方で決まっちゃうんですね。じゃあこれからが大事なんですね。もうここかなり重要ですよ。ママはどうやって衣を作りますか。じゃあかき揚げの時はママは、はい、あの別のボウルに、はい、小麦粉と、ま、卵とお水を混ぜて、はい、でそこにこれを入れてもあのスプーンとこういうのでこうザク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 、はい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 、はい、甘いママ頑張れ。そうですか、甘いか、ね、どこが甘いんだろう。揚げるコツはですよ、これもかき揚げの極意です。衣をつけすぎないです。かき揚げっていうのはね、具材同士がギリギリつながるくらいでいいんです。笠原流かき揚げの衣の極意、驚きのテクニックとは。まず具材と小麦粉だけをもうここで混ぜてしまいます。でここでまず全体に小麦粉をまとわせるイメージです。食材に薄でしょうみたいな。そうです、そしてここで初めてこの卵水を入れます。かき揚げの極意、サクサクの衣は具材に小麦粉をまぶしておき、後から卵と水を加え、具材同士がギリギリつながるくらいに。続いて
極上かき揚げ丼のポイントその2、フライパンで衣サックサク。今日はこのねフライパンを使います。あれ、はい、天ぷら鍋じゃなくていいんですか。フライパンじゃなきゃダメなんです。本当ですか。何を言ってるんですかママ。フライパンですよ。聞きませんか。あのもう僕はフライパンでしか揚げたくないです。あ、そうですか。ママ、もう、はい、笠原さんがそう言ってるんだから。わかりました。いや、ありがたいです。いいですフライパンね、家の家で、ね、分厚くは揚げないので、うん、フライパンぐらいの広く浅い方が適しているんです。あ、そっか。はい。で、余分な油も使わないですかね。油が余らないです。そうですね。ママ、いつもやるように揚げてもらう。私、はい、ママは。はいはいはい。いきます。いいですね。違います。甘いか。甘い。3度目の否定。お玉ではなくね、しゃもじ。あー、しゃもじ。しゃもじがベストですよ、かき揚げには。お玉の分熱くなっちゃうんだ。そうなんです。お玉はね、分厚くなっちゃうんです。そうか、熱くなっちゃう。だ結局ね、余分な油吸ったりとかしてボテッと仕上がるね。え、笠原さんはお店でもしゃもじですか。いや、もう僕なんか常に持ち歩いてるぐらいですよ。揚げるときは木のしゃもじで。しゃもじはね、1個分の具材もここで作ります。なるほど。使わない方がいい。はいはいはい。で、しゃもじはね、これごとフライパンに入れられますから。あ、そっか。こうやってでスライドさせれば。あ、すごい。わー、すごい。バラバラにもなる。これですよ。木のしゃもじなら油につけても大丈夫。具材をスライドさせるように入れると程よい厚みのかき揚げに。はい、はい、ママの場合、はい、ちょっとここでばらついたりするんですよ、はい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 、あれはなんででしょうね。まあ、具材を油に入れた後ママどうしてますか。もうそろそろひっくり返したいです。あ、ひっくり返したいですか。それがダメです。皆さんね、結構すぐにひっくり返したくなるんですよね。油に入れたら何もしない、うん、これが基本です、はい、で、ママが最初に入れたのほら泡の量が全然違うでしょ、はい、泡が少なくなってきたら、はい、ここでじゃあ裏返しましょう。バラバラになるのはいじりすぎるから。揚げてる間は触らないのが基本です。泡が少なくなったらひっくり返すサイン。笠原料理長の極上かき揚げ丼のポイントその3、ご飯が進む丼のタレ。揚げ物をするとですよ、はい、天ぷら揚げるとこう揚げかすが出ますよね、はい、今日はねこれを取っておきましょう。後で使いますので、はい、この揚げかすが美味しいタレの材料に。はい、タレにはですね、はい、だし、醤油、みりん、この3つですね。今回の比率は簡単ですよ。全部1です。1、1、1。確かにですね。だし、醤油、みりん、ワンワンワンと覚えて。どっちでもいいですよ。ワンワンワン。ワンワンワン。どっちでもいいです。その日の気分もあるわ。ワンワンワン。今日の比率は簡単。だし、醤油、みりんを1対1対1。軽く煮詰めたら、ここでポイントです、ね、はい、もうこれ沸いてきましたけれども、はい、さっき取っておいたこの揚げかすありますよね、うん、はいはい、これをですねこのタレにね入れるんですね。入れる、使います。入れる、はい、この中でねちょっと潰してあげます。でもなんかわかる。わかりますか。こうやってねなんかわかる。揚げかすを入れて煮詰めるとタレにコクが出るんです、はいはいはい、でかき揚げとの絡みも良くなります。美味しいタレが完成しましたから、はい、もうあとは盛り付けだけです、ね、いやもうすごい美味しそう。ご飯にちょっとこう染みさせてください。ですよね、ですよね。もうこれだけで美味しそう。ですよ。こんなにあげよう。じゃあね、もう一人、もう3つぐらい乗せましょう。うわー、すごい。上からもちょっとこのタレをね、はい、じゃあね、タレをバーッとかけまして、はい、こんな感じで笠原流の春の海鮮かき揚げ丼の完成です。ありがとうございます。笠原流春の海鮮かき揚げ丼。簡単なのにコクのあるタレがサックサクの衣に染みて、今夜も納得。プロの味をご家庭でどうぞ。それではいただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい香り。かき揚げの極意、小麦粉を先にまぶし、しゃもじで薄く揚げたその味は、おいしい。サクサクしてる。ヤミーかき揚げ、ヤミー。ちょっとパパに教えて。な、何、今のはヤミーって言って。ヤミー、ヤミーすごい美味しいよ、うん、あ、そうなの。ヤミーなの。初めて聞きました。ヤミーって初めて。いや、僕もな修行時代にあったことないですね。何の修行なんですか。
やっぱりあのしゃもじの厚さがいいんですね、はい、そうですね、サクサク。揚げかすでコクをプラスした丼のタレはいかがでしょう。タレとご飯がすごく合う、うん、美味しいです、ね、かき揚げが余っちゃった場合どうしたらいいですか。まずね、ラップをしない方がいいですね。ベチャっとしてしまいますから。そうか、うん、ラップをしない。もうそのまま何もね、上にかぶせないで置いておく、はい、僕は多分一番いいなと思うのはフライパンでね、こう空入りというか空焼き、はい、そうすると余分なまた油分も取れますし、カリッと仕上がると思います。なるほど。で、まあ、もしね、ベチャっとしてしまったら、うん、甘辛く煮て、あ、わかります、卵で閉じて、卵閉じか、それまた丼にしちゃう。なるほど、もうそれはそれでまたヤミーですよ。ヤミー